こんばんは。呆れるなよ。マッサンの居酒屋からこんばんはです。こら邪魔すんなよ。これ出だしが大切なんだ。ということで今日はまた、会社近くの三田の、和田徳、まあ、中華屋の美味しいとこに、来てます。今日もまたね残念ながら野郎たちだけでね、まあ、僕のあのあうるさいうるさい、お前君たち登場させないぞ。あいいのか別に。最初の最初大卒で入った会社の同期のもう腐れ縁のね、もうこいつらだけとは一緒にいたくなかったってやつらと、なぜかこのもうああそっかということで楽しんで、まあ、中華をね美味しい中華を楽しんでます。まあちょっとあまりすいません、こいつとかね藤巻ねえ、もうねあ見せる方じゃないでしょ。高津、ああまたこいつこいつ危ない危ない。あとね北条とね、マッサンです。ということで一応北条さんのあそうそうそう北条さんがですね、今日ありがとうございます。今日そうだったんだ。ちょっとなんか送別会をねやるということで、まあ全然そんな趣旨はどうでもいいみたいなね、酒が飲めればいいかなっていうことで、でなんか頼むでしょ。じゃすいません、ケイちゃんチャーハンを今からあのまだお酒を、ここはね本当にね和田徳っていうところはもうね三田で老舗なんですよ。いいか本当にね何でも美味しい。あのね、コックがねずっと銀座スターで修行してたんで本当美味しい。安くてチンジャロースじゃないのこれ。これでも食い尽くしてるんだなこれ。ケイちゃんケイちゃんということで、まだ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 、これからすいません、楽しんでいきますということで、大盛りを一つということで、ちょっと締められないです。ということで、はい、さよなら皆さん、はい、さよなら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 。